アロハ、ハワイ島のようこです。皆さんはもう知っていると思いますが、オアフ島のステイホームオーダーが2週間延長されました。9月13日の時点でハワイ全体の感染者数は1万700人で、ハワイ島も587人まで増えています。私は先週先々週と忙しくて心に余裕がなくなりそうになっていましたが、たくさんの方にチャンネル登録していただいたり、コメントやメッセージをいただいて元気をもらっています。いつもありがとうございます。先日、海の見える場所で気分転換してきました。ハワイアンパラダイスパークの崖のところです。こちらの型紙はオンラインで販売しています。リンクを概要欄に貼っておきます。この辺りの溶岩は約800年前に流れた溶岩だそうです。今回初めてドローンで撮影してもらいました。またハワイ島の景色を空からもお届けできたらいいなと思っています。このキルトはやっともうすぐ完成しそうです。皆さん今日も良い一日を。またハワイ島のことやハワイアンキルトのことなどアップしていきますので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。